My dear brothers and sisters, 愛する兄弟姉妹の皆さん、幕の両側でイスラエルの集合を助け、家族を強め、助けが必要な人々の生活を祝福するために働いてくださるすべての皆さんに感謝します。イエス・キリストに真に従う者として生活してくださることに感謝します。皆さんは神を愛し隣人を愛するという主の大切な二つの戒めを知り喜んで守っています。この半年間にネルソン姉妹と私は中米、南米、太平洋諸島、アメリカ合衆国のさまざまな都市を訪れて何千人もの生徒たちと会いました。各地を訪れるとき私たちの願いは皆さんの信仰を築くことです。ところが出会った会員や友人によりいつも私たちの信仰が強められて帰ってきます。最近の経験から3つの有意義な例を紹介しましょう。5月にネルソン姉妹と私はゲレット W ゴング長老とスーザン・ゴング姉妹とともに南太平洋を訪問しました。ニュージーランドのオークランドでクライストチャーチ市の2カ所のモスクから来たイスラム教の指導者とお会いしました。そこでは2ヶ月前に恐ろしい襲撃事件が起きて罪のない礼拝者が射殺されました。私たちは信仰の異なるこれらの兄弟たちに哀悼の意を伝え信教の自由に対する互いの決意を再確認しました。またモスクを再建するためのボランティアとささやかな財政的支援を申し出ました。イスラム教指導者との会合は兄弟愛の優しい言葉であふれていました。8月にはネルソン姉妹とクエンティン・エル・クック長老とメアリー・クック姉妹とともにアルゼンチンのブエノスアイレスを訪れ末日生徒チャリティーズを通じて寄贈された車椅子により生活が変わった人々とお会いしました。その多くは教会員ではありませんでした。彼らから新たな移動手段に対して喜びにあふれた感謝を表されたとき私たちは霊的に鼓舞されました。3つ目の貴重なひとときは 2,3 週間前のソルトレークシティでのことです。私は誕生日に14歳の若い女性からユニークな手紙を受け取りました。ここではメアリーと呼ばせてもらいます。メアリーは私と彼女に共通する事柄について書いていました。あなたには子供が10人、私の家にも子供が10人、あなたは中国語を話し、私の家では私を含め7人の子供が中国からの養子で中国語を話します。あなたは心臓外科医で、私の姉妹は2度心臓手術を受けました。あなたは2時間の教会が好きで、私たちも2時間の教会が好きです。あなたには絶対音感があり、私の兄弟にも絶対音感があります。彼は私のように目が見えません。私はメアリーの言葉に心を打たれました。そこには彼女の霊の偉大さだけでなく両親の献身が表されていました。末日生徒はイエス・キリストに従う他の人々と協力して人を助け、高め、愛する方法をいつも探し求めています。主の民と呼ばれたいと心から願っており、互いに重荷を負い合うことを望み、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望んでいるのです。一番大切な第一と第二の戒めに従って生活することを心から求めています。私たちが心を尽くして神を愛すると、美しく高潔なサイクルの中で
神は私たちの心を他の人の幸せに向けてくださいます。末日聖徒が全世界で日々行っている奉仕の量を測定することは不可能でしょう。しかし教会が組織として支援を必要とする男女や少年少女を祝福するために行った善行を図ることは可能です。教会の人道支援活動は1984年に始まりました。その後アフリカ東部の壊滅的な干ばつに苦しむ人々を助けるために教会全体で断食して基金を集めました。教会員の献金額はその1日の断食で640万ドルになりました。当時の M. ラッセル・バラド長老とグレン・エル・ペース兄弟がエチオピアに派遣され、この神聖な基金を最も有効に使う方法について調査しました。この働きが後に末日聖徒チャリティーズとして知られる組織の始まりとなりました。それ以来末日聖徒チャリティーズは世界中の困っている人々を助けるために20億ドル以上の支援を行ってきました。この援助は所属している宗教や国籍、人種、性的指向、性別、政治的理念にかかわらず提供されます。それだけではありません。苦しんでいる主の教会の会員を援助するために私たちは古代の断食の律法を大切にし守っています。私たちは空腹の人を助けるために自らが空腹になるのです。毎月1日食事を抜いて困っている人を助けるためにその食事にかかる費用またはそれ以上を献金します。私は1986年に初めてアフリカ西部を訪れた時のことを決して忘れません。集会には大勢の生徒たちが集まりました。彼らはわずかなものしか持っていないにもかかわらずシミのない白い服を着てきたのです。私はステーク会長にそれほど貧しい会員をどのように世話しているのか尋ねました。すると会長はビショップが自分の民をよく知っていますからと答えました。もし会員が1日2回食事をする余裕があれば助けは必要ありません。しかし家族の助けがあっても1日に1食以下しか賄えなければビショップは断食献金から食料や財政支援を提供します。それから驚くべき事実を付け加えました。彼らから集まる断食献金は通常援助に用いる額を上回っていたのです。余剰の断食献金はその後自分たちより困っている他の場所の人々に送られました。これら忠誠心の熱いアフリカの生徒たちは断食の律法と精神のもたらす力について偉大な教訓を教えてくれました。私たちは教会員としてどんな形であれ苦しんでいる人々に思いやりを感じます。神の息子娘である私たちは皆兄弟姉妹です。私たちは旧約聖書の次の訓戒に従います。あなたは必ずあなたの兄弟の乏しい者と貧しい者とに手を開かなければならない。またマタイ25章に記された主イエス・キリストの教えに従って生活するように努めています。あなた方は私が空腹の時に食べさせ乾いていた時に飲ませ旅人であった時に宿を貸し裸であった時に着せ病気の時に見舞ったからである。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。教会が救い主のこれらの教えに従う方法の例を少し紹介しましょう。飢えから救うために教会は世界中で124のビショップの蔵を運営しています。それを通して毎年約40万件の食料支援が困っている人に与えられています。
蔵のない場所ではビショップや支部会長が教会の断食献金基金を用いて困っている会員に食料や必需品を提供しています。しかし上の問題は教会外でも多くの人々の間に広がり世界中で増加しています。国連の最近の報告によれば栄養不良の人の数は世界で今や8億2000万を超え、ほぼ地球人口の9人に1人に当たります。なんと深刻な統計結果でしょう。皆さんの貢献に私たちはどれほど感謝していることでしょうか。皆さんの心のこもった寛大な行いのおかげで世界中で何百万もの人々がとても必要としている食料や衣服、仮設住宅、車椅子、医薬品、きれいな水などさまざまなものを受け取っています。世界中で多くの病気が不衛生な水によって発生しています。今まで教会の人道支援の取り組みにより76カ国の数百のコミュニティにきれいな水が提供されました。コンゴ民主共和国のリュピタでのプロジェクトは素晴らしい例です。人口10万人を超えるその町には水道がありませんでした。住民は安全な水源まで長い距離を歩かなければなりませんでした。29キロ離れた山で湧き水が見つかりましたが、町の住民は日常的にその水を利用することはできませんでした。教会の人道支援宣教師はこの問題について知ると、リュピタの指導者と協力して資材を提供し、町に水道管を引くための訓練をしました。リュピタの住民は3年かけて岩山とジャングルに1メートルの深さの溝を掘りました。力を合わせて働いた末に喜びの日を迎え、村の全員が清潔な水を利用できるようになりました。教会はまた内乱や自然災害、あるいは宗教的な迫害による難民を助けています。現在7000万人以上の人が家を追われています。2018年だけでも教会は56カ国で難民に緊急物資を提供しました。さらに多くの教会員がボランティアとして時間を割き、難民が新しいコミュニティに溶け込めるように助けています。新しい場所で生活を築こうとしている人々を助けるために手を差し伸べてくださる皆さんに感謝します。アメリカ合衆国のデゼレト産業への惜しみない寄付により毎年数百キロの衣類が集められ分類されています。この膨大な在庫品は地元のビショップが困っている会員を助けるために使う一方で、大部分は他の慈善団体に寄付され世界中に配られます。また昨年だけで教会は35カ国で30万人以上の視力を改善し、39カ国で数千人の母子のために新生児の世話をし、数十カ国の5万人以上に車椅子を送りました。悲劇が起きたとき、教会は真っ先に対応する組織としてよく知られています。ハリケーンが襲来する前でさえ影響を受ける地域の教会指導者とスタッフは救援物資の配給方法や被災する人々を助けるボランティア活動を綿密に計画しています。昨年だけでも教会は世界中で100以上の災害救助プロジェクトを実施し、ハリケーンや火災、洪水、地震、その他の災害の被災者を支援しました。
可能な時はいつでも黄色のヘルピングハンズのベストをつけた教会員が被災者を助けるために大勢集まっています。多くの皆さんによって行われるこのような奉仕はミニスタリングの真髄です。愛する兄弟姉妹の皆さん、私が紹介した活動は末日聖徒イエス・キリスト教会の増大する福祉活動と人道支援活動のほんの一部に過ぎません。そして皆さんがこのすべてを可能にしているのです。皆さんの模範的な生活や寛大な心、支援のゆえに多くの地域社会や政府の指導者が皆さんを称賛していても何の不思議もありません。私は教会の大官庁になって以来、多くの大統領や首相、大使から彼らの国民に対する教会の人道支援について心からの感謝をたびたび述べられることに驚いてきました。そして彼らは私たちの信仰深い会員が誠実で献身的な市民として国に力をもたらしていることに感謝を表すのです。さらに驚いたことに、世界各地の指導者たちが大官庁会を訪れて彼らの国に教会を設立してほしいという望みを表明するのです。なぜでしょうか。末日聖徒が強固な家族と地域社会を築くのを助け、どこに住んでいようと他の人々の生活を改善することを彼らは知っているからです。住まいがどこであろうと、教会の会員は神が御父であられ、人類が兄弟姉妹であると心に明記しています。ですから私たちの最大の喜びは、この素晴らしい世界のどこに住んでいようと私たちの兄弟姉妹を助けるときにもたらされます。他の人に手を差し伸べ、自分のことを気にかける以上に人の世話をするためにひたむきに努力することが私たちの喜びです。そして付け加えるなら、特にそれは自分にとって都合の悪い時や居心地の良い状態から出る必要がある時なのです。大切な第二の戒めに従うことはイエス・キリストの真の弟子になるための鍵です。愛する兄弟姉妹の皆さんはイエス・キリストの教えに従う時に実る果実の生きた模範です。ありがとうございます。皆さんを愛しています。私は神が生きておられることを知っています。イエスはキリストです。主の教会がその神聖な目的を成就するためにこの末日に回復されました。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。